どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、巻き方の動画になります。今日は巻いてこう後ろ髪が可愛く美人になる方法をやってみました。ただ自分でやるときって後ろってこう見えないと思うんですけど、今回の方法はこう見ながら巻けて、なおかつそれをこう崩してあげると可愛く綺麗に巻けるっていう方法になりますので、いつも後ろ髪でちょっと悩んでる方、よかったらこの方法結構使えますんでやってみてください。それでは動画をどうぞ。まず鉢植えの部分ですね、大体でいいので鉢植えの髪の毛を取り分けて、真上でまとめてもらって、ゴムで結びます。緩めにつけて、ちょっとちょんまげっぽくなるように置いておきます。で、下ろしている髪の毛も大体でいいので半分に分けてもらって、サイド寄りにゴムで結んでいきます。この時も緩めに結ぶのがポイントです。反対側も同様に結んでいきます。だいたいこんな感じで結んでる状態です。次にコテを使っていきます。だいたい温度設定は160度で、髪の毛を2つに割って、内巻きでも外巻きでもどちらでも大丈夫です。中間から2回転ぐらい巻きつけて、毛先はまだ巻いてない状態ですね。で、そのまま毛先の方に滑らして外す。反対側も同様に2つに分けて、中間からコテを入れて2回転だけさせて、毛先をまだ余らせている状態です。少しだけ時間を置いて毛先の部分に滑らしていきます。上の毛束も同様に、大体でいいので半分に左右分けます。毛束も2つに大体分けて、同じようにコテで中間から入れて2回転ぐらいさせて、毛先を余らしている状態です。で、そのまま毛先の方に滑らせて外していきます。反対側も同様に半分に分けて、中間からコテを入れて2回転だけさせて、毛先を余らしている状態。そのまま毛先の方に滑らして外していきます。このくらいのカールがついてる状態になってます。この状態でシアオイルをつけていきます。毛先にしっかりとつけて、髪の毛のまとまり感を出していきます。で、ゴムを外していきます。次にブラシで全体的にしっかりと溶かして、よりカールを取ってルーズ感を出して、
バランスを整えたらこんな感じで完成です。こんな感じで仕上がりました。後ろ髪美人になる巻き方になります。よかったら参考にしてみてください。